シンバとは、新しい馬。馬術競技大会などに未出場の馬。競馬において、競争未出走の馬。本項目で記述。2014年札幌賞はイスラボニータのシンバ戦。ダービー翌週の日曜日であった。日本の競馬において、一定の範囲のバレーの競争馬であって、レースに出走した、経験のないものを言う。シンバの実が出走することができるレースを、 新馬戦という。新馬戦の賞金額は未勝利戦より若干高く設定されており、また新馬戦を勝つことを新馬勝ちといい競争馬としての一つのステータスともなっている。中央競馬においては毎年6月頃に2歳新馬戦の開催が始まる。それ以前は北海道のみ6月、それ以外は7月からであったり、6月の ローカル開催シリーズ最初の週であったりしていたが、2012年から競馬のサイクルをダービーからダービーへという位置づけを明確にし、夏季開催扱い最初の週となる、当該年度のダービー開催の次週から2歳新馬戦を開催するようになった。年明け後、3歳新馬戦が2月頃まで行われるが、2020年までは3月頃まで行われていた。 2019年7月19日、JRA は2021年から3歳新馬戦を廃止する方向で検討していることが明らかになった。新馬戦は2歳馬に限定されることになり、3歳、初出走馬は3歳未勝利戦でのデビューとなる予定であり、明け3歳馬がこの未勝利戦で初出走、初勝利した場合には、2歳新馬戦優勝賞金に、 相当するボーナスを支給する案もある。理由として、明け3歳になってからの新馬戦では、登録等数が多くなり、いわゆる除外ラッシュになり、競馬の競争になかなか出走できない馬が多く発生してしまうという弊害が背景にあるとされ、新馬戦を2歳の12月の段階で打ち切り、未勝利戦の出走馬の確保に努めたいとしていたが、 戦術の通り2021年の時点では終了時期が1ヶ月ほど繰り上がるも存続されている。2012年現在、競争馬は新馬戦には一度しか出走することができない。2002年以前は初出走した開催内であれば最多で4回新馬戦に出走することができた。このため三週目や四週目の新馬戦は二層目の馬が多く出走すると勝利。 未出走戦とほぼ同等などし、レース未経験馬に対し有利になりやすかった。新馬戦を勝つことができなかった競争馬は未勝利クラスに分類され、一般的には未勝利戦での優勝を目指すこととなる。新馬戦の開催が終了すると、それまで新馬クラスに分類されていた競争馬は自動的に未勝利馬のクラスに分類される。2002年以前においては、 新馬戦が終わった3歳3月下旬から5月までの間に未出走戦という競争が存在し、出走条件は新馬戦と同じく未出走、賞金は新馬より低く未勝利戦と同額であった。2008年から新馬戦にはメイクデビューという愛称が設定されている。この愛称を考案したのはレーシングプログラムの馬名プロファイルを担当している英文学者。 柳瀬直樹である。同時に、本馬場,場入場で、新馬戦専用局、ザライジング3が使用されている。新馬戦の他に、春季 G1 競争のトライアル競争は、重賞であっても、未出走は、未勝利場の出走が認められている。また2013年からは、下記志向の2歳重を競争において、上級挑戦に、意欲のある競争場の出走機会を拡大する。 観点から出走枠に空きがある場合に限る未出走場や未勝利場でも出走できるようになる。これにより2歳馬においても初出走が重症競争、初勝利が重症競争という例が生じうるようになる。実際に2018年3月4日に行われた弥生衣賞においては東京層が初出走のヘビータンクが登場した例がある。障害競争において 新馬戦は設定されていない。障害競争初出走馬は未勝利戦などに出走することになる。地方競馬でも新馬戦の出走資格は中央競馬とほぼ同じである。ただし新馬戦の後の馬のクラス分けについては主催者により異なる。試行時期については北海道競馬や万英競馬や大井競馬が中央競馬より早い4月から新馬戦を試行している。 北海道競馬においては、地方競馬で唯一、新馬戦の一部が JRA2 歳認定競争に指定されており、スーパーフレッシュチャレンジ、フレッシュチャレンジと呼称している。日本国外では、新馬戦を未勝利戦と区別しない事例が多い。未勝利馬や未勝利戦のことを英語では、メイドンと言う。2歳馬による競争は、1990年を例に、 トルト、イギリス、フランスでは3月、アメリカ合衆国では、早い地域では2月に開始されている。ありがとうございます。